こんにちは、サラです。今回ゲストとして年中手荒れしている大輔に来ていただきました。はい、もうよろしくお願いします。ハンドクリームだよね。そうです、はい、こちらもうハンドクリームなら任せてください。本当にもうなんで尋常じゃない量を使ってはやめの試行錯誤してますので、ハンドクリームハンドクリームオーダーですよ。いや本当にすごい手荒れするので、生まれた時からずっと、まあ、赤かったり傷ついちゃったりとか、うん、アトピーとあと敏感肌とっていうのがついてるので、うん、今日もトイレ掃除したらこんな真っ赤。すいません、ありがとうございます。いえいえ、別に。でも本当いろんなハンドクリームを使ってます、人生で。だから嬉しい、こういう単純にこういうお話が。そう、なかなかね、男同士でハンドクリームの話なんかしないから。しないね、確かに。このハンドクリームがいいんで伸びるしとか。かわいいね。もうこれを機にハンドクリームオタとしての活動を開始していこうかなと。かっこ自称。大丈夫、コスメオタも自称だ。すいません、よろしくお願いします。今回はですね、こちらナルクの薬用ヘパリンハンドクリームを紹介していきたいと思います。今回はね、ハンドクリームなので年中手荒れしている大輔にゲストで来ていただきました。私そんなにひどい手荒れとかなったことなくて、ちょっと乾燥するなぐらいなので、うん、悩みといったらささくれぐらいなんですけど、大輔がこれでも綺麗になった方、赤いんですよ、グロ注意。いやでも嬉しいですよ、ハンドクリームは。ね、ずっと使ってもね、夏でもね。ずっと使ってる。もうトイレから出たらハンドクリーム、お風呂出たらハンドクリーム、なんか触ったらハンドクリームっていうレベルでガサガサになっていくんで、うん、嬉しいです。純粋に嬉しい。で、こちらはヒルドイドって知ってる？ヒルドイドは存じ上げております。 あれと同じ有効成分のヘパリン類似物質が入ってる薬用ハンドクリームです。これが日本で初めてのヘパリン類似物質が入ったハンドクリーム。ヘパリン類似物質は乾燥肌の救世主と言われており、肌のバリアを整え、肌自ら潤いを保てるように作用します。普通のハンドクリームはその場だけみたいな、ちょっと潤い膜を作るって感じなんですけど、ヘパリン類似物質が入っているので自立を促すみたいな。まあ薬用クリームですよね、うん、そうね。有効成分にグリチルリチン酸ジカリウムも入っているので、ニキビとか肌荒れも防ぐ、うんうんうん、なんでヘパリン類似物質で保湿して、グリチルリチン酸ジカリウムでニキビと肌荒れを防ぐっていうダブルの有効成分でお肌を美しく保ちます。こっちとこう回す。ショーケースみたいな。ショーケース。ハンドクリームのことは聞いてくださいよ。いろんな商品を試行錯誤したので。プロ。プロよ。ハンドクリームオーター。ハンドクリーム一点突破。手だけじゃなくて顔とか体も使えます、うん、でレディースもメンズもお使いいただける、うん、大変便利なハンドクリーム。もうハンドクリームという垣根を超えている。乾燥肌用薬用クリームですな。あと美容成分のスクワラン、ワセリン、リピジュア、ヒアルロン酸が入っております、うん、はい、ありがとうございます。ちょっと塗っていきたいと思います。はい、こんぐらい、はい、でちょっと見せてください。生まれてから手荒れが気になる大輔さん。手荒れしてない時期がないからね、うん、人生で。こんな感じです。はい、ちょっとこう混ぜればいい、うん、こうこんぐらい伸びます。不慣れ。これぐらいの量でめちゃめちゃ伸びます、これ、うん、めちゃめちゃ伸びる、十分。薬用クリームでこんなにベトベトしないのよくできたなっていうのが単純に、うん、で匂いもないしね。匂いもない、全く匂いがない。すごい、これはすごいと思います。これが俺いいなと思ったのが、うちのここビタミン不足で仕事やっぱ忙しいとひび割れ、赤切れ、口の端が切れちゃった時にこれの商品見たら、まあ、顔でも OK っていうのをサラちゃんに聞いたから、うん、顔でも OK っていうのを、うん、だから塗ってみようと思って塗ったらね、次の日治ってて、うん、まあそれは分かんない、俺の回復力はすごかったかもしれないけど。ここに塗った時にベトベトしないから、うん、嫌な感じしなかったんですよ、うん、この商品が。それがすげえ気になったところにもね、そう塗れるし、れ手だけじゃないから、ほうれい線とか、そう年だからさ、そのシワは治らんと思う。乾燥してさ、粉吹きとかある。そう、これすごいのはそれ全部塗れること。目の上とここと手と首がね、尋常じゃないぐらい乾燥するから、うん、もう一連の流れをこうプシュッ再現してくれて、
会社でずっとこうやって怪しいそれぐらいアトピーの人ってね、でも分かると思う、乾燥がすごいの、うん、本当に便利ですね。これはもうどこ塗ってもベタつかないし伸びるし、すごいと思う。俺はすごい好きです、うん、ハンドクリームマニアオタとしてはすげえ量のハンドクリーム使ってるから、うん、すごい好きな方です。あと旅行の時とかもさ、ひたすら薄いのがいい、うん、この蓋がね薄いね、薄い、確かにすげえ薄いから、さすが胸ポケットに、俺いつもハンドクリームは、うん、ここに入れると落ちるから、うん、ここに入れるのよ、うん、男の胸ポケットに、うん、薄いからこれはすごい気に入った。ポーチェでも全然入るし、入るし邪魔にならないね。ハンドクリームって持ち歩きが手間になったりするけど、これはなし。でこちらは毎日使うことを想定した医薬部外品なので、副作用はほとんどないそうです。ただ人によって合う合わないがあるので、それはもちろん心配な方は Amazon とか楽天で買うと全額返金保証もついてきます。すごいな、そこまでやるんだ、ね、そのだけ自信があるっちゅう。いやだっていいもんこれ、うん、ここ塗った時に治った時の感動がすごかったんだすげえみたいな、一晩やん。いやそれはまあ俺の回復力が尋常じゃないのはあると思うんだけど毎日塗ってね、うん、ニキビもね、あそうニキビもね、うん、いいかもしれない。書いてあるわ、ニキビを防ぐ。全国のロフトとかあとショップインとかのバラエティストアで売ってますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。大輔でした。今回は8割大輔だったすいませんお邪魔しました。ハンドクリームオータでした。ハンドクリームオータでした。よろしくお願いします。